スタラグルフト3の所長を務めていた頃のフリードリヒビルヘルムフォン・リンダイナービルダウ。フリードリヒビルヘルムフォン・リンダビルはドイツの軍人。第二次世界大戦中、スタラグルフト3の所長を務めていたが、大規模な捕虜脱走事件が発生したために解任された。この脱走事件は後に大脱走として書籍化、映画化された。1880年、 フリードリヒビル・ヘルム・フォン・リン・ナビルは、グラッツにて生を受けた。1898年3月15日、将位として、第3この F 評連隊に配属される。1902年5月1日、プロイセン陸軍を離れて、ドイツ領東アフリカの植民地防衛隊に移る。1902年6月20日から1905年9月13日までは、 グスタフ・アドルフ本月ン総督の副官として勤務し、また1905年9月7日から1906年10月11日まで植民地防衛隊本部付副官の任にあった。まじまじ反乱の鎮圧にも参加し、その時の選考からプールルメリット勲章やツ付四級王冠勲章などを受賞している。1908年7月31日に植民地防衛隊を離れ、 1908年8月1日付で、中尉に昇進するとともに、プロイ戦陸軍第4個の F 評連隊に移る。1912年7月20日、大尉に昇進するとともに第1個の F 評連隊第11、中隊の中隊長に任命される。1914年8月10日から、最高司令部付幹部後 F 評隊に勤務。9月19日、 第11中隊長に復帰するが、11月17日には、第1次イーペル海戦の最中に負傷する。1915年4月13日、前線復帰を果たした。彼は、第5中隊長となり、5月27日には、第二大隊の指揮を任せられた。8月29日、ブーク川及びヤショルダ川をめぐる、戦いの中で、再び負傷する。復帰後は、 1> 第1コノエ不評連帯府、フュズイリーア大隊の指揮を取るが、12月5日には、ロアノワイオンをめぐる、戦いの中で、再び負傷した。1914年9月24日、第5通信検査官に任命され、1916年10月4日には、ヨアヒムホンプロイセンの個人副官となる。1917年10月30日、連帯に復帰。 1918年4月23日、この栄予備軍団付の副官に任命されるとともに、少佐に昇進。1918年11月8日、第4軍付副官に任命され、そのまま敗線を迎えた。旧戦協定締結後の1919 19年1月18日より、国境警備隊の一員として、ポツダムに派遣される。1919年9月20日、 退役。これに合わせて第一この F 評連隊の制服が記念として送られた。その後は民間企業に勤務し、またオランダ人の女男爵と結婚している。1937年、ヘルマン・ゲーリングの個人爆僚の一人としてドイツ空軍に参加。第二次世界大戦中には、スタラグルフト3の所長に任命された。1944年、いわゆる、 大脱走が起こると、彼は、処罰を免れようと精神病を装ったという。しかし結局は、不評指揮官の一人として、前線勤務が言い渡され、赤軍とのベルリンをめぐる、戦いの中で負傷した。敗戦と共に、イギリス軍に投降し、ロンドン監獄にて2年間収容された。その間、彼は、スタラグルフと3で起こった捕虜の殺害に関連して、 特別捜査局からの尋問を受けている。しかし元捕虜の多くは彼がジュネーブ条約に従って捕虜を扱っていたと証言した。最終的に彼は終身刑や死刑を免れ釈放された。1963年82歳で死去した。映画化もされた大脱走の舞台であるスタラグルフト3においては捕虜の証言によれば 本林ライナー所長は60歳を超えているにも、かかわらず若者並みに、背筋がシャンとしており、ゆったりと落ち着いた表情をたたえ、プロシアの伝統に従った日の打ちどころのない、身だし並みであった。ゲシタポが、収容所を訪れた際に、脱走を試みた者がいた場合は報復、見せしめとして収容所内での射殺もするべきではないかと、言ってくると、後日部下に対し、もしこのような命令が、 本当に出たら私は自殺すると言っていたという。また、そのような話が、ゲシュタポから出た後には捕虜たちに対し脱走活動をやめさせるために、脱走した捕虜は、悲惨な運命をたどらざるを得ないのだ。この戦争は1年か、長くても2年で終わるだろうから、今、命をかけて脱走する必要はないと説得するなど、戦争の敵対国同士という限界はあったにせよ。 捕虜のことを気にかけることが多かった。大脱走が発生した翌々日、脱走捕虜の一部が佐賀刑務所に交流されていることを知った際には、身柄を第三空軍捕虜収容所に移してくれないかという打診までしていた。これは空軍捕虜収容所以外では、捕虜は悲惨な扱いを受けることを知っていたからだが、すでにこの時、 脱走の責任を取らされて収容所長を解任されていたので拒否された。捕虜が会釈をすればきちんと敬礼を返していたし、その人柄から収容所の感謝兵からも捕虜からも尊敬されていた。ありがとうございます。